無事4人プロになりました、パート何なのか分かりませんがやっていきましょう。卒業式が終わりました。なんだか寂しいですね。卒業した先輩たちの分までこれから頑張りましょう。頑張りましょう。さあ果たして頑張れるのかといったところですが、果たして今年は甲子園に行けるのか、もしくは予選落ちで1回戦ぐらいで負けるのか、まあ、そこはちょっとね分かりませんが、もう未来の話なんでね、もう未来の話は分かんない。未来の話されても私分かんないわ。あ、3月だからそろそろ新入生入ってくんな。さあ新入生が入ってくるぞ。果たして本当に入ってくるのかな。もう誰も入ってこなかったらどうしようかな。今年はゼロですって言われたらなんていいのか分かんない、なんて言っていいのか分かんない。今年ゼロかってなるもんね。なんで今年ゼロなんだろうって思うだろうけど、まあでもゼロの引き証拠、ここはリベンジしよう。引き証拠とリベンジ。ゼロだって言われても心当たりがありすぎても何とも言えないよね。ゼロって言われても全然受け入れ体制が整ってるっていうのが悲しいね。さあ前回16対10でボロクソに負けた引き電工と勝負です。秋大会の2回戦で普通に負けてるからな。ここはトラウマを克服して来年の1年生を迎え入れようなあ。なあてなあてお前ら、なあて返事ぐらいせえってお前らな。おい、さあファースト、セカンド、センター、これ変えなきゃな。とれこんなもんか。ダーツ5番に置くという怖さね。うん、ダーツ4番の方がいいのかな。まあ、5番に置いとくか。とりあえずこんなもんか。交互2番に置くか。これでいこう。さあ前回のトラウマを払拭できるか、はたまたもう向こう20年は勝てないだろうなって思うぐらいボコボコにまたやられるのか。16点取られてるからね、さすがのピッチャー陣もそろそろね本気出したいだろう。16点取られてんだよ、うち10点取ってるのに負けてんだよ。これはもう苦しさしかないよね。10点取って負けてるんだからね、うちもうピッチャーが悪いよ完全に。まあ、もしくは片桐のリードが悪いのか。向こう山内サードだけどちょっと転生じゃない方がいいな。うわ2点取られた。転生じゃありませんように。転生じゃなかった、よかった。でもまあ強いな、今更は見たけどまあ強いな。あでもピッチャーはまあ、ピッチャーはまあ打ち崩せるか。ピッチャーはまあ打ち崩せそうな感じはあるけどどうだろうか。ピンチにしてくれれば向こうで自滅してくんねえかな。でもうち点取れても点取られるからな、点取れても点取られるからな、どうしようもねえんだよな。ノーアウト2塁に進んだ時点でもううちは1点を確保してるから、もう裏はもう1点どころか3点ぐらい確保してるから、3点取られんだろうなって思いながら投げてるから。はいはいはい、誰だライト関野って誰だ知らないぞそんなやつ。ライトは候補だ。ここはちょっとまあないと思う。うん、どうしようかな。前進守備でちょっと1点防ぎに行きたいね。防げるのかどうか分かんないけど最善は尽くしに行きたい。ありがとう津田さん、津田さんありがとう。まさか正面に行ってくれるとはな。ありがてえありがてえ。よいしょきたな。2点取り返そうぜ、2点取り返そうぜっていうのに全然ランナー出ないぜ。どうなってんだぜ、どうなってんだぜこれ。 OK いいね。さあここからよ、ここから ワンアウト2塁、ニンニン、ヒットエンドラン5、しかしここは使わない。ヒットエンドラン5邪道よ。ここはあえて選手の特性で勝っていきたい。いいね、いい当たりきたね。おお、しかし本塁には帰れない。さあここで4番横溝、4番だがあまり期待はしない方がいい。
むしろ5番のダーツが本命。うん、うんね。さあここで本命ダーツ強心臓。大丈夫かダーツ、ここで2点取られても厳しいぞ。うちダーツいいね。おっとおっとっと、あのチャンスで1点も取れないがあたりもうダメなんだね。うちね、流そう。まだね、まだ代打職人の出番じゃない気がするんだ。まだ職人の出番じゃない。おそらく9回裏にドラマが待ってるはずと思いきや、お前速攻1点取られやがって。お前らもうダメだな。ピッチャーがこの時点でもうなんかピッチャーが抑えれる気がしねえんだよな。ほらもうご覧なさい、引き証拠強えな。引き証拠超強え。もう引き証拠に勝てる気がしねえよ。あのチャンスで1点も入れないんだったら無理だよ。もう勝てねえよ。ボッコボコじゃねえか。おい富田お前、何でもしれっと失点してんだお前。富田バカ野郎、投手交代ゴー復活。やっぱり新入生にはうち弱小校ですって言おう。新入生にはもううち誰も野球できる人いませんって言おう。いや実際いねえだろこの中に野球をまともにできるやつ。人間ぐらいだろマジで。ダーツも全然打ってくれてない。復活に関しては防御率20点台いいね。ナイスヒラバヤシ。6点はもう返せないもんだと思ってるからね。何点取られてんだお前ら、引き証拠。なんで2試合で22点も取られてんだよ、バカかお前ら。本当にもうなんだよ22点取られるピッチャー陣って、どんだけ打たれてんだよ。さあ向こうがなんか変えてきたな。さあ22点取られてますね。もういいや、この回でちょっと打ち死にする覚悟でもう特殊能力使いまくろう。22点取られてんだからな2試合で。22失点はやべえぞマジで。もう逆にどこに勝てんだよ22失点して。盗塁行こうか交互、お前ならいける。ここから甲子園なんていけるのかしら。甲子園なんて果たしていけるのかしら、このままで。もう目指せ3回戦ぐらいにしといた方がいいよ本当に。もうこれ地区予選、地区予選目指せ3回戦、それが一番妥当な目標の立て方じゃないかこれ。明らかにチームは低迷してるよこれ。チームの低迷具合はすごいよこれ。さあダーツ、そろそろダーツ1本見たいな、ね、ゲッツーもじゃないんだけどな。1本って1本ってそういうことじゃないんだけどな。一応お祭りのとこ平林使っといて、まあ、出たら代打職人は出そう。1本って言ったけどゲッツーするあたりがもう打ちダメだな。片桐か、変えづれえな。もうちょっと見てみよう。ここで満塁ホームランが出てくれればね、ランナー一塁で満塁ホームランが出てくれればと思いきや、もうね微妙にチャンス作るから。でも6失点したあとだからもう何の期待もしてないよ。さあここで神保どうしようかな、ちょっとヒット狙い使ってみようかな。無理だな。OK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  もう分かってた分かってた。もう期待しない、もう本当にいよいよ期待しないぞ俺は。もうこの世代に新入生がよっぽどいいの入ってくる中に向こう俺は期待しないぞ。うん、
新入生でよっぽどいいやつが入ってこない限り俺はもう全然期待しないからな。本当にもうこれでもう荻原萩原とかがいっぱい入ってきたらもうそれはそれでちょっと面白くなってきたけど、いよいよもう俺もう名前を覚える気すらなくなってくる。もうなかなかだよねこの時点で、名前をほとんど覚えきれてないっていう。スプリンター交互ぐらいしか覚えてないよ俺。スプリンター交互はねすごく覚えやすい、なぜならスプリンターだから。さあ平林か、これ平林か、あ違うやつだった。チーム大きく成長した実感はなし。5、桜の開花宣言、あんまり必要ない情報だよな。さあ新入生は一体何入ってくるかな。2人ぐらい入ってきたらもう御の字だね。これで天才型10人ぐらい入ってきたらもう楽しいけどね。天才型10人入ってきたらもういよいよもう今年で終了になると思うよね。今年でもこの動画も終わりかってなるよね。平林をパワーさせよう。どうしようかな。何を覚えそうでもないんだよな。ナイアンダぐらい覚えるか。よし、何を覚えそうでもない感じがプンプンするぜ。さあお待ちかねの新入生はもうすぐそこだ。4月、一体何を思ってこの高校に入ってくるのか分かんないけどね。何を期待してこの高校に入ってくるのかしら新入生は。別に偏差値がめちゃくちゃいいわけでもないのに偏差値がめちゃくちゃいいわけでもないこの学校に一体何を求めて彼らはやってくるのかしら。正規アップ、正規アップでいいか。補給ミート、ミート。この時点でもうだ新入生を取ってる気がするもんね。宮田に関しては、宮田に関しては新入生を取ってんじゃないか全然成長しなかったな。津田ももう3年か、ダメだな。2年生の名前全然覚えてないな、まずいね。勝ったミート、元橋ぐらいしか覚えてない。元橋は覚えてんだけどな、代打職に元橋は覚えてんだけど。平林も罪3年か、弟も罪3年生か、早いな。パワーミート、パワーだな。あこれは守備、あ補給だ。ついに平林も3年生か、平林弟も。もういよいよもう打てて当然ぐらいの、打てて当然ぐらいの立場になってきたからな。さあ全員3年生になりました。本当かな、本当に3年生ぐらいの実力止まってるかな。石岡カットボール覚えた、おめでとう。さあ新入生が入ってくるぞ、入ってくるぞ新入生。天才型5人ぐらい入ってこないかな天才が5人入ってきたらもうたまらんですたい。今日入学式だ、9人、あらありがたいね、9人も入ってくれるんだからありがたいよ。特に変えるものはないと。 OK、 天才肌がいないって時点でもうちょっともう苦しいものがあるよね。はい見ていこう、菅沼。はいはい、変わって、はいはいはい、岸、はいはいはい、はいはいはいね、はいはい、須田、おおはいはいはい、諸星、まあこいつはまあ大津、おまあ反町、安室、や安室なんだ、まあ、篠田、この2人かこの2人かな、この2人ぐらいだろう。あとこいつか、この3人か。今年も不作の年でしたないやー果たして甲子園行けるのかしら。おい
なんで脅かんだよ。せめて女来いよ。もういいことって続、いいことって何一つないね。何一ついいことがないっていう悔しさ。天才方来ねえかなと思ったけど天才方は来ないし、転生すらも来ないし、もうこの世代に期待できることは何一つないな。もう一回戦負けしちゃえ、もうここまでボロクソに言うのもなかなか珍しいよ。普通は多少なりともね、ちょっとでもいいのを探してね、ああこいつはこういうとこがいいから、こいつはこういうとこがいいから、頑張ろう頑張ろうっつってやっていくもんだけど、もう何一つ期待しないからね。新入生がまともなやつがいなかったな。性格がごく普通が何人いるんだよって話だもんな。ごく普通ってね、ごく普通ってだってあまりにもね、性格としてよくわかんないよね。普通の性格って何って思うもんな。何なんだろうな普通の性格って。もうなんか思春期みたいなこと言ってるな俺な。普通ってなんだよみたいな普通ってなんだよって、もう思春期みたいなこと言ってる。恥ずかしいよ、大人になって普通ってなんだよって言うって。普通ってなんだよっていう言葉言っていいの、もうほんと中学生、まあ高校生ぐらいまでだから。さあどん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 続きますが、不安しかない状態で、こんなにも不安しか募らない状態でね、頑張っていかなきゃいけない。辛いね、こんな状態でもやめられないっつうんだから。こんな状態でもやめられないのが辛いよね。もう本当だったらリセットとかしたいもんだけどね。もうリセットとかできるのかどうかわかんないけど。はい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 、3でなんかもらおう。はい、じゃあ新入生の能力でも見ていきますか。5月、さあエースピッチャーの浦くんですが、まああまり進歩は見られですと。まあそんなもんだよな。ダメだな、ほんとクソみたいなやつだよな本当にもうこれで俺勝ち残れる気がしねえもんな。俺こんなやつらが勝ち残れるというビジョンが全く思い浮かばないもんな。カットボール、カットボール覚えるのはいいんだけどさ、使えないぞそのレベルのカットボールだと。ニーブラぐらいやってくんないと。菅沼か。シュートナックルカーブはちょっとね面白い、彼はちょっと面白いピッチャーになりそうだ。川手はまあもうね、川手はもう若干諦めムードに入ってるけど、こいつだな、俺はこいつをエースとして育て上げる義務があると思う。こいつだな、岸をエースにしよう。岸、そして宮田はもうお前ダメだな宮田ほとんど変わらないもん、もう新入生と1年間やってるのに。なんだよ宮田お前。須田、まあ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 、まあ、その足りない部分をみんなで補ってください。津田、津田か、津田パワーでいいとして、石塚も使いづらいんだよな。守備力、大津はちょっと使えそうなんだよな。なんか荻野みたいな能力値してるんだよな。最初、初期の荻野より若干いいぐらいか。こいつはちょっと使っていきたいな。ちょっと大津は使っていきたい。勝った。元橋はまあもう、なんて言えばいいんだろう。元橋はもう代打として今季使うから。安室守備。平林は守備。諸星。そう、こいつもね、意外とね、いい。こいつも意外といいのよ。弾道上げよう。代打として使おう。篠田くんはね、なんとも言えない。ミート、富田は総力上げるか。パワー、弾道上げよう。パワー。補給、まあ、肩上げるか。外野が今年誰もいなかったんだな。外野に誰か当てなきゃな。荻野2世を作ってもいいんだけどね。荻野2世を作ってみるか。まあそれはまたおいおい考えていくということでいいっすか。よしよしよし、
じゃあ今回はこの辺で終わりますか。それではまた次回、さよなら。